オルフリッド。私は暗示、何かバカなことをしたら遠慮なくその頭に矢をぶち込むわよ。ごめんなさい、ここじゃ女は用心しすぎるくらいじゃないと。もう言ったけど暗示よ、ここで暮らして2年になるわ。あの的はずっと前に用意したの、時々いるのよ、弓の腕がなまらないようにね。得意よ、そっちこそ使い方分かってる？練習したくなったら教えてね。弓がいるなら扉の左の棚にあるわよ。家族が殺されてヘルゲンからここに越してきたの。当時は誰かといるのが耐えられなくて、みんなが私をかわいそうに思うのが嫌だった。みんなのじゃなく私の問題だわ。自分たちに法は適用されないと思ってた酔っ払いの帝国人2人よ。もう片付けたわ。それも私がここで暮らしている理由の一つね。でも聞いてくれてありがとう。
彼らみたいにしないで。同情もごめんだわ。すごいわ。的のところへ行って始めましょう。父はめったに帰らなかった。だから弓の使い方を教えてくれたのは母だったわ。子供の頃、よく父とモローウィンドへの狩猟に出かけたの。グリフレーサーはいい獲物だったわ。いい射手になるには冷静さが鍵だと彼女はいつも言っていたわ。混乱の最中でも冷静でいられるなら、あなたの矢はそう簡単に外れないわ。じゃあ実力を見せて。教会を出ず練習用の矢を使うのを忘れないでね。持ってなければあるから。真ん中の的を狙って、練習用の矢だけを使って真ん中の的に当ててみて。どうぞ。真ん中の的、いるの。うまいわ。命中よ。左の的に当てて。うまいわ。今度は右の的に当てて。うまいわ。命中よ。もっと練習したかったら言ってね。今度はもう少し難しくしましょう。すごいわ。的のところへ行って始めましょう。小さい時、兄がよく狩りに連れて行ってくれたの。当時は満足に食べるのが難しかった。市場に売れる余分な獲物なんてなかったの。だから一箇所で複数の鹿を見つけたらできるだけ多く殺すことが大事だった。平静を保つことと、どの一社も正確だと信じることを学べば、複数の的にも素早く対処できるようになるわ。合図したら8秒以内に近くの3つの的に当てて。3つ数えて GO と言ったら8秒で3つの的全てに当てて。剣を引いて構えて。1、2、3、 GO! 8秒以内に3つの的全てに当てたわね。上出来よ。もっと練習したかったら言ってね。今度はもう少し難しくしましょう。見事に命中したわね。あなたのスピードと平静さには全く驚かされたわ。すごいわ。的のところへ行って始めましょう。スピードと平静さについて話したわね。今度は正確さについてよ。獲物にそれほど近づけない時もよくあるわ。その時はロングショットで倒さなきゃならない。でもあれだけの長距離から狙うと、獲物が逃げるまでに放てる矢はおそらく1本だけね。もしそんな状況になったら確実に射る必要があるわ。慌てているのはダメよ。かがんで無理のない姿勢で狙いをつけて。あなたの番よ。他の3つの的より遠くにある的に当ててみて。慌てないで確実に射るのよ。
前は名人よ。もっと練習したかったら言ってね。今度はもう少し難しくしましょう。すごいわ。的のところへ行って始めましょう。自分のように狩人になって欲しがってたけど、私はもっと上を目指した。平静さとスピードと正確さについて話したわね。父は、じゃあその3つを同時に使う時よ。言っておくけど、この挑戦は本当に難しいわよ。教えたことはどれも忘れないでね。そうすれば完全にマスターできるわ。何度かやる必要はあるかもしれないけど、練習が全てよ。合図したら10秒以内に4つの的に当てて。さあ受け取って。残りが少ないみたい。3つ数えて GO と言ったら10秒で4つの的全てに当てて。弦を引いて構えて。1、2、3。ちょっと GO! ギレよ。今度は頑張って。いいわ。また今度。3つ数えて GO と言ったら10秒で4つの的全てに当てて。弦を引いて構えて。時間切れよ。今度は頑張って。はい、いいわ。さあ受け取って。残りが少ないみたい。3つ数えて GO と言ったら10秒で4つの的全てに当てて。弦を引いて構えて。1、2、3。 GO! 気をつけて。4つの的全てに当てたわね。上出来よ。ええ、忘れないでね。平静さとスピードよ。矢が当たるのを見届けてから次の獲物に移る必要はないの。自分の意志を信じなさい。